皆さんごきげんよう。コンパス予報員キャプテン、そして世界のレフェリー島田裕二です。ジャッジ、キャプテン、はい、実はですね YouTube に、コメント機能がついてるんですけど、リクエストが一つ届いてます。はい、エースさんより、だからプライド時代のことを喋って、青木真也 VS 広田瑞人の試合のレフェリング語れよ頼むからっていうのがあるんですけど、はい、いやー本当は熱血教育チャンネルなんで教育について語りたいんですが、まあ、ここまで熱い格闘ファンがいるということなので少しそれについて、語っていきたいなと思います。ちょっとこう思い出しながら喋るとですね、まあそれは大晦日の、多分ドリーム対戦国の、対抗戦があって、その対象戦が、青木対広田だったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そもそも腕って折れないんですよね。もう肘が抜けるっていうことなので、例えば腕十字にしたらもう折れるっていうのは多分、まあ、昔ピーターズとかがやった時みたいにこのすねが折れるっていうのがあったりとかするんですけど、まあ、ここの鎖骨が折れる、あとこの骨が折れて、拳が折れて試合ができないとかありますけど、もうそもそも腕が折れるって、まあ、多分猪木さんから始まった幻想で、猪木さんがペールワンとやった時に腕折った。でタイガーシンとやった時に腕を折ったって言うんですけど、もう肩が外れてるか肘が外れてるっていうのが正しい表現です。それはですね、やっぱ対抗戦でもあるし、まあ、タップするか、まあ、あとはこうチョークだと落ちたら終わりってなりますけど、腕ってやっぱり昔ホイス・グレイシーが言ったように俺は片腕でも試合するっていうのをもう僕はずっと言われてるので、まあ、対抗戦だし、まあほんとタップするまで落ちるまでやらせるのがやっぱり僕のレフリングとしての解釈かなと思ったので、まあそこは本当に本人がタップしない限りは、もしくはセコンドがタオル投げるまではやらす気でやりました。はい、いやもうもちろん選手はもう逃げれないの分かってるので、もうタップをする、もしくはセコンドがタオル投げる、もうこの2つしかないわけですよ。だから僕は試合後にすぐ、セコンドについてた、オビアにすげえ文句言ったんですよ。なんでお前タオル投げんだよ、投げねえんだよっていう話をして、でもまあオビアもちょっと興奮してて「いやまあここから逆転しますよ」ってやっぱりまあそれは友達だし勝つと思ってるから思うんでしょうけど、でももし本当にファイターだったらやっぱりなかなか無理だって分かるけど、でもそこがやっぱりセコンドの難しいところで、勝ってほしいって思いが遅らしてると思うんですよね。だから僕はやっぱりそういった意味ではちゃんとしたセコンドがついてタオル投げるべきだったと今でも思っています。はい、ですので僕がもうそのセコンドに「なんでお前タオル投げねえんだよ」と「こんなになってるじゃねえかよ」って言ったら、まあそこでまた言い合いになっているところでパッと振り返ったら青木真也が指を立てたっていう、まあそこもテレビ局が抜くかねと思うんですけど、まあ後で青木真也の控えついて激怒りました。お前がこうやって勝ってもこれ台無しだよっていう、やっぱり勝ってもスポーツマン、負けてもスポーツマンっていうのが僕はやっぱり総合格闘技かなと思うので、まあ確かに言い合いは戦争でいいと思うんですよ。戦国なんかぶっ潰すだ、ドリームなんかクソだみたいな、僕はそれあっていいと思うんですけど、やっぱ戦い終わったらノーサイドっていうのを選手がやっぱ見せないと、結局見てるテレビを見てる人たちがああいうの真似するじゃないですか。僕はやっぱりそういうのをテレビ局がなぜ映したのかなと思うし、誰も注意に行かないっていうので腹立ったんで僕だけ注意しに行きました。エースさん、今回はコメントありがとうございました。今後もですね、希少なコメントやご意見を、もらえればと思いますので、他の方も何かありましたらぜひどしどし、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方をいただければと思います。それでは今日はここまで。ブレイク、バイバーイ。